はい、皆さんご機嫌ようでございます。今回また、動画シリーズ、へっぽこ、酔いどれ、インスタントカップ麺レビューかな。ちょっと酔ってるんで、ちょっと記憶が曖昧なんですけどね。まあ、へっぽこ、酔いどれ、まあ、カップ麺だか、インスタント麺だか、まあ、どっちかわかんないですけどね。こちら、今回これ、札幌一番シリーズの、塩、こいつね、豚骨ラーメン、こいつですね。こいつまあ、新商品なんで、ちょっと、自分、札幌一番シリーズ好きなんでね、ちょっと、まあ、これを機に、ちょっと、まあ、動画レビューを、兼ねながら、ちょっと、楽しみたいと思います。まあ、札幌一番といってもね、まあ、自分が認めている札幌一番のシリーズのやつは3つしかなくて、ね、塩味と、醤油味と味噌味、この3つしか、自分はね、認めてません。よくたまに派生でね、ちょっといろんなものを手出したりしてますけど、まあ、どれもこれもちょっといまいちな感じだと自分は思ってます。その中でちょっとね、今回塩豚骨ラーメンというのがまた新たに派生で出ちゃったんで、ちょっとこれをね、今回ちょっと食いながらレビューしたいなと思ってます。まあ、今結構酔ってるんですけど、この酒に酔ったのんべえのこのバカ舌にね、この酒の締めのラーメン、本当にね、のんべにとってはいいんですよ。この瞬間がね、この酒の締めの、酒飲んだ後のこの食ったら、食うラーメンがね、本当に幸せを堪能できるっていうかね、そんな感じで、ちょっと今回こちらが生贄になります。今回、これでね、で、今回5袋入ってね、1パック買ってきちゃったんですよね。まあ、こちら、まあ、こんな感じになっちゃったんですよね。まあ、これ、はい。まあ、一応、豚骨の旨味と塩の切れ味が、決め手らしいですね。切りごま付きと、一応、こうやってね。というわけで、まあ、一応ね、今、お湯を沸かしてる途中なんですけどね、鍋にお湯 500ml を入れて、3分間煮てくださいという。それで、まあ、完成です。で、中身はどうなってるかっていうとね、まあ、一応、まあ、調べておきましょう。というかね、酒飲みのね、締めはラーメンなんですけど、食えないんですよね。腹の差しになってね。まあ、ちょっと、ヘベレケで何してるかはちょっとわかんないですけど、まあ一応、麺と、まあ普通のこれ麺ですよね。ちょっと見た目が違う感じがしますけどね。札幌一番シリーズのね、塩味とか味噌味とかありますけどね。ちょっとなんか、この麺の層が違う。で、特製の粉末スープと、オプションでね、切りごま、これ塩味のあれと一緒ですね。ついてますね。これがちょっとね、今、調理していきたいと思います。はい、というわけで、3分間煮込んでいきます。ちょっとね、酔っ払いなんで、ちょっと、火を使うね、ちょっと調理はね、ちょっと遠慮したいところなんですけど、まあ、ここはしょうがないですね。この動画シリーズの宿命ではあります。はい、あらかじめ、粉末スープをね、器に開けておきました。はい、残り1分でございます。ちょっと酔ってます。はい、煮込み終わりました。今回の粉末スープをね、溶くあれなんですけどね、ちょっと横着して、いつもね、やかんのね、お水をね、沸騰させて、別々に、スープ用にね、お湯を煮込んでるんですけど、お湯をね、作ってるんですけど、今回この、煮汁を使用してます。本当はこれ邪道なんですけどね。まあ、酔ってるんで、楽な方に流れちゃいます。どうしてもね。はい、こちら札幌一番塩豚骨ラーメン完成です。はい、こんな感じなんですけど、はい、今回九条ネギが余ってるんで、こちらを豪快に全部いっちゃおうかなと思います。もう酔ってるんで加減が分かんないですね。これぞ今回のこの動画のシリーズ、へっぽこ酔いどれインスタントカップ麺レビューの、ね、醍醐味だと思います。で、切りごま、こちら。要はね、酒の締めに楽しめればいいんですよ。酒の締めのラーメンなんてね。
こだわっちゃいけないです。はい。こんな感じ。じゃあちょっとね、こんな感じで、まあ、スープからいきたいと思います。あのね、酒の締めのラーメンのまず一杯目のスープ、一口目のね、スープが本当にしみじみと味わえるんですよね。はい、このある程度、酒の力によって、舌がバカになって、うん。こう、胃袋なんだか、肝臓なんだか、ちょっと、どっちに染みてんのかわかんないくらいの、この、感慨深い、ラーメンのね、味わいの伝わり方の感触が、のんべえにはたまんないんですわ。あ、まずスープがね、今一口目飲んだ感じ、かなりいいです。本当に、酒の締めに最高。で、味自体がしっかりしてるんで、シラフな状態でもね、スープはうまいですよ。うん、この麺は、やっぱり札幌一番王道の定番の、まあ、麺は麺で一緒ですよね。うん。この 適度なもっちり感と、馴染みやすいこの、麺の質ね。スープにね、馴染みやすいんですよ、この麺が。麺の質がね。うん、あ、これ当たりだ。以前食った札幌一番の新シリーズはね、本当にダサくで、本当ダメだったんですけど、今回当たりだ。塩豚骨、これは結構ね、ヒットしてロングセラーになる予感がします。うん、普通に食っててやっぱ美味しい。あ、もう酒の締めで、まあ酔いでね、もう舌がバカになってるってそういう事実もあるんですけど、うまいもんはうまい。うん、スープと麺の相性、まあこれはスープが本当に、スープ勝ちですね。スープで勝ってるような、勝負してるような、そんな感じ。すごいね、これ。インスタント麺のくせに。ああ。しっかりしてる、この味わいが。もちろんシラフでも、うん、酒の締めにも、本当に申し分ない。濃厚なんだよね。濃厚だけど、しつこくなくね。旨味が強い。うん、まあ、さっぱり感が強くて、しかも、存在感のある、そういう味わいがする。うん、結構、レベルが高いですね、これ。札幌一番、塩豚骨ラーメン。これ本当に買いです。リピです。本当に超おすすめします。以上。